ラブストーリーって知ってますか？あ、はいはいはい、韓国カップル、はい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 、あれもあの切ない、あれもあ思い出に残ってます。あ、それは劇場で見られたんですか？2回見に行きました。本も買ったし、あ、サウンドトラックも買ったしなんかね、初めて韓国映画を見たのがラブストーリーだったんですけど、なんかね、すごい純粋なんですよ、二人その愛っていうか、はい、それがこんなにも好きな人ができるっていいなって思ったのが初めてだったんですよね。そこまで、そこまで愛せるかっていう、その思いやりっていうか、その男の、あの男の人がその女の人に対する、なんか最後、最後の最後まで、そこまでなんか気遣ってというか、思いやってやれるんだなっていう、なんかあれがね、切なかったんですよ。それが見たのが中3だったんですけど、衝撃的だったんですよね。テーマがやっぱり兄弟なので、兄弟愛というか、まあ、そうですね、兄弟同士のやり取りとか見てほしいです。花粉がすごかったんですよ、印象で去年のちょうど今頃だったので、すごくて、その時になんかその体調管理というか、はいはい、花粉まで思わなかったというか、なんかちゃんとなんかその花粉対策をちゃんとしとこうって思いましたね。焦りはあんま出したことないかな。だからいつも冷静だねとか言われるんですけど、実はすごい焦ってたりとかしますね。普段撮影現場であんま話したことなくて、はいはい、でなんかその撮影っていうなると、なんかちゃんと働こうっていう意思が見えるというか、そこが偉いなって思いました。今の中学生ってすごいですよね。なんか見えないですよね。みんななんかもうみんな大人に見えちゃって、そうですね、発言じゃなくて行動っていうか、うん、びっくりしましたね。中学生って、そうなんだなっていうか、お芝居っていうよりも、なんかその、なんかこう、評価されたことに対してもそうだし、やっぱり自分、頑張っただけでは取れる賞じゃないじゃないですか、だからそういう意味で、あ、なんか感謝をしな、たくさんの人に感謝しなきゃいけないなっていうことを、まあ、改めて思いましたね。ルート225の田中愛子を演じました多部未華子です。ルート225はほとんど兄弟2人のお話で、その兄弟のやり取りや弟の弟の大悟役をやった岩田千佳君とかもすごく注目なので、ぜひ見てください。